ラスキサバレレラのほいちゃんです。こんにちは。今日はですね、皆さんご存知ですかね、ボビー・ジャスパーという人ご存知ですか。ベルギーを代表する50年代から60年代、まあ、60年代と言いましても彼は63年に、亡くなってしまいます。若い師でしたですね。それでボビー・ジャスパーという人はサックスを吹く人です。テナーサックスあると思います。それから彼の吹くフルートはですね、非常にいいですね。非常に美しいバラードの曲の時はよく、今日紹介するレコードにも、バラード的な曲はですね、フルートで吹くんですね。これがすごくいいです。それで彼は、58年とかのこの辺ぐらいから、アメリカに進出してですね、ニューヨークに進出してアメリカの、メンバーとやってます。マイルス・シカリから、J.J. ジョンソンダイヤル J.J. あのアルバムでもやってます。という実力者ですね。そのボビー・ジャスパーを紹介したいと思います。こちらになります。これはですね、もう発掘版なんですね。彼はもちろんあの正規のもので、まあ、これはあの正規ではないともちろん言いません、ですけれどもあります。若く死んだ割には割といろんなセッションに参加してますし、自分自身の、リーダーアルバムもありますけれども、ディスコグラフィーを、紐解いてみますと58年で終わってるんですよね。58年で、それは確か何だったんですかね、フランスのバークレーから出てるやつだったんですかね、フルートばかりでやってるやつですかね。それで今日お届けする、レコードなんですけども、ちょっともう一つちょっと強調したい点がありまして、それはですね、こちらに今ご覧いただけると思いますが、ギターを弾いてると言いますよね。これも知ってる人はなかなかのものですね。ルネ・トーマという、ベルギーのギタリストです。だから要はベルギー人で、揃えてるんですけども、これは彼の有名なダニエル・ユメールというドラマですね。もう必ず50年代60年代のヨーロッパジャズには登場してくるドラマですね。それからここにベース、ここでベネワーキュラソンという人で、これも、ヨーロッパでは代表するベルギーのベーシスト、ですね、チェット・ベイカーの、イタリアのミラノでのチェット・イズ・バックというレコードございますよね。その中でベースはこのベノワ・キュラソンですね。それで今日お届けする、このレコードなんですけども、ここに小さく写ってるんですけども、アート・ロニー・スコッツ1962、1962年の彼が亡くなる前年、ロニー・スコッツ、イギリス・ロンドンのロニー・スコッツでのライブ音源になるんですね。非常にいい録音状態で残ってるんですね。それでこれを出しているレコード会社がここにありますけど、モール・ジャズというイギリスのレコードメーカーです。もともとレコード店だったんですけれども、自主制作で、こういうふうに出すようになったんですね。イギリスですので、タルビヘイズのものをちょっと復刻したりとかですね、あと、こういったボビー・ジャスパーの未発表のものを、掘り出してレコード化したりとかですね、あと新作ももちろんあります。そういった、3本揃いぐらいでですね、非常にこのモールジャズというのは、要注意の、レコード会社のですね、
た、イギリスのジャズメンとかですね、ヨーロッパジャズメンの、ものに関してはですね、要注意なレコード会社です。はい、それで今日お届けするのはですね、先ほど言いましたように、彼がフルート、ボビー・ジャスパーがフルートをですね、It Could Happen To You とですね、Down That Dream で、吹いてるんですね。あとはもうバリバリのハードバップですね。ハードバップでやってます。ロリンズの曲を2曲やってます。オレオと、それから今日、ご紹介する、ペンタップハウスという曲ですね。ペンタップハウス、これソニー・ロリンズの、プレスティージから出ているプラス4というレコードがあります。クリフォード・ブラウンとマックス・ロスの相当コンボの加えてですね、ピアノ・リッチ・パウエル、パウエルの弟ですね、それからベース・ジョージ・モロー、からブラウン・ローチで、ロリンズ、そういうアルバムがあるんですが、そこでもやっているというか、まあ、ロリンズの曲なので、そのペンタップハウスという曲をご紹介しますけれども、ですね、このルネ・トーマのギターってなかなか弾くことはないですよね。意識しないとなかなかすごいんですね。もう全然この、どうでしょう、彼1954年ぐらいからありますレコードが、アメリカのギタリストと比べても全然引きを取らない、すごくこのピッキングも正確で、なんて言いますかね、非常に明確なギタードライブ感もありますし、すごいですよね、トーマという人は。彼も、比較的若く、1975年ですかね、亡くなってしまいましたけれども、こんなギタリストがヨーロッパにいるということですね。はい、では今日はこの中のペンタップハウスお聞かせします。ジャズアイオ。
Thank you.